んにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。皆さんの歯を失う原因は歯周病も大きな要因になっています。ですがこの歯周病が治せるあるいは治るという論文は世界に一つもないわけです。ということはどういうことかということです。歯周病の定義も問題になると思います。あとは歯周病の治療と称している数々のことです。やることはほとんど歯科の世界では決まっております。検査をし、診断をし、レントゲンを取り、そして汚れを取り、歯石を取り、歯ブラシ指導し、そして評価をし、歯周外科を行い、そしてまた再評価の繰り返しです。ではやれるだけ歯科で考えられること全てをやって歯が残っているのでしょうか。残っていればその処置は正しいことになります。しかし全てが残るわけではありません。いくらやっても残らないケースもあります。私はそんなケースが本当の歯周病だと考えています。そのことも患者さんに説明することが必要ではないでしょうか。患者さんは歯医者さんは治してくれると思っていますが、本当に治すのは患者さん自身だということを知ってもらいたいと思います。そして歯周病に関して共に考え、理解し、治療を進めていき、限界も知るということも一つの方針だと思います。そして患者さんがどう求めているのかを患者さん自身も考えていただき、自分で納得すること、そして今後の人生をどう歯周病と付き合っていくのか、対処していくのか、起こった時はどうするのかということを共に担当の歯科医と考えていただければ不安はなくなると思います。最も重要なのは治療という意味ということです。そこもよく相談することが大切ではないでしょうか。